今度母親のところにいたよね、うん、これ鳥栖だよね、鳥栖、うん、の麓刑務所っていうその女性専用の刑務所があるんですけど、俺の母親はそこに今収容されてて、そこで生活をしてるよね。まあ、久しぶりに面会に行ったんですよね、母親の方にも。で、父に、まあ、その断られてたんで、その母親にも断られたらどうしようかなみたいなことを思ってたんですよ。で、前回行った時はその僕の嫁を一緒に連れて行ったんですけど、拒否されたんですよね。で、まあ、その今回は会えるかなとか考えてたんですけど、まあ、結果会えたよね、うん、僕の嫁とその僕の母親が初めましてですよね。初めましてってこうお互いが挨拶をしているその様子が、なんかこう、これ嫁にも言ってないんですけど、今この動画で伝えるんですが、なんかこう 妙にくすぐったくて、でしかもその母親が俺のことをなんかそのなんかうちのバカ息子をなんかよろしくお願いしますみたいなね言ってたよね。でなんかこうその悪口言ってるわけじゃなくて、あ、なんか本当うちみたいなのでごめんねみたいな、なんかうちのバカ息子よろしくねみたいな、その親しみを込めてなんか言ってたんですよね。でそれをこう客観的に見てる僕がいて、なんかどっかのドラマで見るようなワンシーンやなみたいなあ、これなんか家族の絵やんみたいな感じで思ったんですよね。でそのまあドラマと現実ってやっぱ違うじゃないですか。でそのドラマと違うのはそのなんかこう透明な板が、穴開きの板が間にあって、それを間にしてその僕と嫁と僕の母親が会ってるっていう、まあ、触れ合うことも別にねこうできないじゃないですか。まあその僕幼少期に行った時にそのなんか確かですねそこだったと思うんですけど、その昔はその仕切りがなくて会えた記憶があるんですよ。間に何もない状態でもう目の前に母親がいて会ったみたいな記憶があるんですよね、僕の中で。でその時はまあ握手をしたりして、まあ、ぬくもりを感じるじゃないですか、やっぱ。だけど今はまあそれがないなっていう。で、なんか、まあ、その今までのこととかいろいろ考えながら、まあ、複雑な気持ちになりながら、まあ、まあ、質問してたんですよ、僕。その、一日何してるのみたいな。そしたら大体まあ、その、決められた通りに、作業があったり、ご飯食べたり、自由時間が少しあったり、そんな感じだよ、みたいな。そうなんだ、って言って。この中に入ってるとさ、結構、楽しみとかってあるのって。まあ何とは言わなかったですけど、少しあるみたいなことを言ってましたね。で、まあその実はまあ母親のところに、お母さんのところに行く前に親父のところに行ったんだよねっていう話をしたんです。だけどまあ面会拒否、まあ事実上の面会拒否、体調不良っていう理由だったんですけど、でこれって前回行った時もそうだったんだよねって、でその前は言い合いしたんだよねって言って、だから俺はこう思うんだけどって、さっき動画で話した内容ですよね。そしたらまあその母親から一言、やっと超えたねっていうふうに、まあ、その僕がどういう意味で言ったかは分からないですけど、そのどういう意味で言ったんだろうね、あれ、トラウマを超えたねって意味なのかな。違うね、多分なんかいろんなものを含めてお父さんを超えたねっていうような言い方だったよね、あれ多分ね、やっと超えたねって、うん、でその言葉をまあ母からもらって、超えた、なるほどみたいな、まあ全然その僕の中ではまだ引きずってるんですけど、あとはその本出したと思うんですけど、まあ書いたの僕じゃないですけどね、ハリエさんが書いてくれたんですけど、まあ、その本読んでくれたっていうのを聞いたら、まあ、見たと、うん、本を読んだよっていうふうに、で、あの本を読んで、なんかものすごく申し訳なく思ったって。こんな風に苦労してたんやとか、こんな風に思ってたんやっていうのが、まあ、お母さん分かったっていう風に言ってましたね。で、まあ、一言、ごめんねっていう風に言われました。で、あとはその今、コロナの給付金が
あるんですけど、まあ、それって確か僕もネットで見たんですけど、そのなんか受刑者とか死刑囚の人もなんか該当するみたいなのをちらっと見たんですよね。でそれ知ってるみたいなこと聞いたら、まあ、知ってると。でもしそのもらえるんだったらでも私は使わないみたいな、まあ、なんかその寄付するっていうふうに言ってたんですよね。ああそうっていうふうに、私なんかが使っていいお金じゃないみたいな、まあまあまあ普通に考えてそうだろうな、でもちょっとぐらい自分のために使ったらいいのになとかも、なんかこういやでもそういうふうにこう俺が思うっていうのも間違ってるんかなみたいな、いやでもそんな与えられるような人じゃないよなとかね、一般的にはそんなあっちゃいけないじゃん、うん、だけどその個人的な気持ちとしては少しぐらい自分のために使ってもいいじゃん、でもそう思ってる自分の気持ちも一般的には間違ってると分かってて、なんかすごいなんかジレンマっていうか葛藤があったのよあの時で、まあ、そのあともし出てくることがあれば一緒に暮らしたいっていうふうに僕聞いたんですよ。シャマンできることやったら一緒に暮らしたいって言ったよね、まあ、それに関してまあ僕は言ってないよね明確にね。いやじゃあ一緒に暮らそうよっていうのも言えなかったし、まあ、そのまま話の流れであそうなんだみたいな感じで流れちゃったんですけど、で、まあ、何かその母の身にあればどうするのみたいな話になったよね。そしたらその万が一その母親が死んだ時はなんか検体しようと思うみたいな、健常の健に体と書いて検体だよ、うん、でまあその時に身元引き受け人になってほしいみたいな、なんか骨を引き取らなくちゃいけないらしいんです。で最後はまあ散骨してほしいなみたいな話もあったんですけど、いやいやもう今さらなんかこう今死の話してるんやって思いながら、いやでもやっぱ世の中こうすっごい憎んでる人いると思うんですよ。僕も一時期ものすごい憎んでたんで、私が死ねばいいんやろみたいなことを母親が言った時も、いやもう苦しんで苦しんでもがいて死ねって最後の最後までっていうふうに僕言ったんですけど、今はなんかこう少しだけやったことはいけないことですけど、少しだけそのあの時僕が母にかけた言葉に対してほんと少しだけですね、なんかこうごめんなさいって謝りたいなっていう、なんかこう変な気持ちですよね。でそのなんか検体するっていうのはなんかそのいろんな人に迷惑をかけてきたから、なんか最後までなんか人の役に立てるようなことをしたいみたいなことを言ってました。で、まあ、それ以上の会話ってこうあんまりもうなかったんですけど、なんかこうまあじゃあ何かの表紙にまた来るよみたいなことを僕言ったんですよ。ここは前回と違ったなと思って、前回はもう二度と会うことはないっていうようなことを言ってたんですけど、やっぱりなんかこう会いに行っちゃったんですよね。好きだから嫌いだからとかそんな理由じゃなくて、なんかこれもさっき言った通りなんですけど、やっぱ親は親なんかなっていう、なんか複雑な気持ちですね、ものすごい。で、あとなんかもう久しぶりに会った母はなんかこう、すごい、なんか小さくて、なんかか細いっていうか、なんか地味にショック受けましたね。思ったより小さかったでしょ、うちの親。うん、で、なんかこう、変な、なんか、そうですね。なんか、もやもやした気持ちのまんま、なんか、すっきりしないまんま、結局、帰路に着いたんですけど、で、今、ここに帰ってきてるんですよね。で、今、こうやって動画撮ってて、伝えようって思って、見たけど、やっぱなんかこう、複雑だもんね。いけないことをしてる奴らなんやけど、なんか、心の片隅で少し、なんかその、自分の親やっていう気持ちがあって、でも、大体の、ま、9割5分、9.5 割ぐらいは、拒絶反応というか無理っていうような感情があるわけよ。でももう昔と違ってその憎しみみたいなのもないんだよね。だからこの気持ちをなんて言ったらいいんやろうって思いながら、まあそういった感じでした、うん、でどうだった、会ってみて、会ってみて、お父さんは会えなかったけど、お母さん予想通り優しいっていうか、あ優しい、はいはい、その手紙とかも見とる上で、うんうん、
感じはした。そんなに喋ってないけどね。そうね、うん、コロナのあれでね、マスクもしてほしい。顔もあんまり見えんけどね。まあまあ感染の対策は大事だからね、うん、そういうことと。まあなんかこう微妙な動画になっちゃってると思いますけど、あとあのすごい気分悪くなる人いると思うんですよ絶対ね、うん、何イケシャーシャーとこう喋ってんのって、どの立場から物言ってんのって思う人も多分いると思うんで、まあ、あのタイトルでその分かると思うんですよ。だからもう見たくないって思う人はもう動画自体を見ないようにしてください。その誰でも見れる場所じゃん YouTube って、うんうん、だからその見たいって思う動画を見てくれればいいと思うんで、タイトル見てこう、あもうちょっと無理だなって思ったら、もう気分をこう返す恐れがあるなって思ったらもう見ないようにしてください。いやその、まあ、僕も今回これをその出すかどうかすごい悩んだんですけど、その綺麗な部分というかそういうところばっかりを載せるチャンネルにしたくないっていうか、僕が日々思ってることとかそのやりたいと思ったことを発信していくようなチャンネルにしたいんで、その僕のこういう悩んでるところっていうかこう汚い部分っていうのかな、なかなか人に話したくない見せたくない部分も載せて見せていかないと、よし YouTube やろうってこういう理由があってやっていくんだっていう、そこの理由がブレちゃうことになるから、この動画も載せようと思います。ちょっと今日はあんまりなんか元気な感じでできないんですけど、まあ動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらいいなっていうか、まあ今後のその僕たちを応援したいなって思ったら、ぜひぜひ高評価と、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。じゃあ今から一言最後の挨拶を。最後の挨拶、はい、もう尺が長いんでお願いしますいきなり振られたっけ。さあ最後の挨拶何でもいいから。見てくれる人はまた次も見てくれるかなって思ったっけ。あ、なるほどね、うん、また見てねっていう。挨拶苦手だよね、うん、ね、絶対挨拶しないもんね、なかなかね。はじめましてとかは言うけどね。今日緊張したでしょ。緊張はしてなかったかも。あ、そうなんだ。あんまり緊張せんの。話が脱線しちゃいそうだからちょっと動画を閉めましょう、うん、ぜひ次の動画も見てください。それじゃあ。